ノースウェスト準州時代、自動車のライセンスプレートは熊の形であった。ノースウェスト準州はカナダの準州の一つ、北西準州とも表記される。西はユーコン準州、東はヌナブト準州、南はブリティッシュコロンビア州、アルバータ州、サスカジュワン州と接する。北はボーフォート海に面する。バンクス島やプリンスパトリック島の全域。 および、ビクトリア島やメルビル島の一部などの当初を含む、マッケンジーガー流域には1万年前より先住民族であるデネ族が居住していた。また、約5000年前には、イヌイトはアジア大陸からベイリング海を渡ってこの地域へ移住してきた。欧州人が初めてこの地を訪れたのは1789年にアレグサンダー・マッケンジーが 現在のマッケンジー川を探索した頃である。1867年に連邦制のカナダ自治療が成立した際、ハドソン湾会社が所有するルパートランドと北西地域はカナダへ組み入れられる前提となっていた。1868年営議会でルパートランド法が成立し、1869年12月1日付で、両領,領土は30万ポンドで購入された。 しかしルパートランド南部のレッドリバー植民地では、元来多数を占めていた、フランス系のメテラと流入しつつある、イギリス系移住者との間で緊張が高まっており、反フランス語主義者として有名だったウィリアム・マクダゴールが測量調査を実施し、副総督として着任することをきっかけとして、ルイリエル率いる臨時政府によるレッドリバーの反乱が起きた。 この反乱は1870年マニトバ法によって収束し、1870年7月15日にノースウェスト巡州及びマニトバ州が成立した。当初ノースウェスト巡州の暫定政府はマニトバ州の主婦でもあった法とガーリーに置かれ、マニトバ州副総督が暫定政府の長を兼ねるなど一体的な姿勢が行われた。1875年ノース。 ウエストテリトリスアクトによって正式な巡州政府が発足すると1876年にフォートリビングストーン、ついで1877年にバトルフォードへと移転した。バトルフォードはノースウエスト巡州の高級的主婦とする計画で成長も建設されたがカナダ太平洋鉄道の経営地がレジャイナに変更されたことから1883年に巡州政府も移転した。 人口流入によって1905年サスカチュワン州とアルバータ州が成立すると、デジャイナはサスカチュワン州の州都となり、一方順州には人口規薄な北部のみが残され、議会は解散、政府は連邦首都であるオタワに移転した。ようやく1921年に官僚らからなる評議会がオタワで再開されるが、 遵州在住の評議員は1947年まで存在しなかった。一方で、ホートスミスには1911年に行政庁が開設され、1967年にイエローナイフが遵州主婦に選定されるまで実質的な遵州主婦として機能していた。もっとも主婦機能の移転には長い時間がかかり、議事堂が落成したのは1993年に、 なってのことである。当初のノースウエスト準州は、ブリティッシュコロンビア、北極諸島、五大湖岸、セントローレンス川岸と南部ケベック、大西洋諸州及びニューファンドランドラブラドール州を除くカナダほとんどの地域であった。その後の変遷は以下の通り、カナダで最も長い河川であるマッケンジー川が流れ、グレートベア湖とグレートスレーブ湖がある。 最高地点は、有根巡州との境界近くにあるニルバーナ山である。北極圏では、夏の間太陽が沈まない白夜がある。それが終わると、オーロラが観測できる。公式には33のコミュニティが存在している。以下に人口1000名を超えるコミュニティを挙げる。他のカナダの州と比べて、ノースウェスト準州の政府は、自治権限が少ない。 大きなところでは自身の基本法を改定する権限がなく、また、準州の土地の大部分は連邦政府に所属しておりその管理権限がない。それ以外にも地方債の発行に連邦政府の承認が必要だったり、公営企業の設立に制限が加えられていたりする。ノースウェスト準州の主張は連邦政府の先住民問題。 北方開発大臣の推薦に基づき総督によって任命される弁務官である。かつては実際に順州政府を率いる立場であったが、1967年以降順州議会に権限が移譲され、各州の副総督と同様の象徴的地位になった。副総督がカナダ国王の代理人であるのに対し、 弁務官は連邦政府から派遣される官僚であるという違いがある。議会は19の選挙区から単純小選挙区制によって選出された19名の議員からなり、議員の5選によって議長を、そして知事と6名の閣僚を選出する合意制政治である。順守政治に政党は存在せず、各議員は選挙区を代表する個人として議事に臨むことが求められる。 議会の意思決定は多数決による。カナダ議会においては上院に一議席、下院に一議席を有している。ノースウエスト順州は過去から様々な先住民族問題を抱えている。例えば、1940年代にウランの鉱脈が発見されたが、ウラン鉱石の運搬にあたって被爆したデネ族の将来についての問題がある。他にも歴史的には、 ゲネ族とイヌイットとの民族間の争いもある。ヌナブトン州が創設されたのも、イヌイットからの自治権上渡要求に応えたものであった。ノースウエストン州では、その他民族性を反映し、11の言語が公用語に定められている。チッペワヤン語、クリー語、英語、フランス語、グーイッチン語、イヌイナクトゥン語、イヌクティトゥット語、イヌビアルクトゥン語、南スレービー語、 北スレービー語、ドグリブ語、天然資源に恵まれ、ダイヤモンド、金、天然ガスなどを産する。幹線道路は、以下の8つ。フェリーによるとかが必要な箇所では、冬は氷結した河川を渡ることができるが、春秋には、数週間にわたって、交通不能になる。マッケンジーハイウェイヘイリバーハイウェイ、イエローナイフハイウェイイングラムトレイルフォート、 スミスハイウェイ、フォートレゾリューションハイウェイ、リアーハイウェイ、デンプスターハイウェイ幼稚園から高校までの数は不明であるが、大学が1校ある。その名は、オーロラ大学で、教育学士と理学士が熟見される。この大学は他に、日本の短期大学のようなプログラムも兼ねていて、イヌビクフォートスミスとイエローナイフに、キャンパスがある。ありがとうございます。